はいどうも、オーギーホスト第92回、レヴィンです。村上雄一です。こんばんは。まあ、今週のタイトルは気分ジョイジョイ、気分ジョイジョイ、おっとなんかいやでもほら1小節だったらいいっていう話だよ。あ、本当ですか。よすみさんからいただきました。よすみさんありがとうございます。いつもありがとうございます。気分ジョイジョイジョイ、ああ歌い切った。あれでもほらあれは上々じゃないだったっけ。そうですね。でも今週はレビズバないっす。はい、今週はねお便りだけでちょっとねさっくり、我々ちょっと今酒が入ってフラッとしてるんですよ、ね、フラッとしているのもありますよ。でなんかレビズバないってさ、酔っ払いが急に唐突なこと言い出したと思われたら心外なのでなんでそうしたかっていうと、まあ、社会派的なネタとかを織り交ぜていこうかなと。ああ、ジャスラックがありましたよ。ジャスラックが、ああ、え、なんかあったんですか。え、あれ何、あ、なんか俺その心当たりがあるからあーって言ってくれたもんだと今一瞬で把握したんだけど、そうじゃなかった。違いますよ。え、何が心当たりだったわけ。え、いや、なんかジャスラック、え、ジャスラックのなんか最近事件ありましたっけ。事件はないけど話題になったので、あのニコ動の番組とか出て、うん、あの歌詞をさ、ツイッターとかでつぶやいたら、うん、それにもなんか使用料が生じるみたいなのが。なるほどなるほど。いや村上くんもいたずらにジャスラックを引き合いに出したわけではないんですね。そうです、そうです、うん、でもあれって結構やっぱりその哲学的な問題とかに突入したいと思うんですけど、あの知財の専門家とかもさ、うん、どこからがブラックでどこからが吠えたのか切り分けすげえ難しいみたいな話をしてて、まあ切り分けるには条文があの大まかすぎるんでしょうね。大まかすぎるしさ、曲だったらさ、うん、まあ曲もナンセンスですよ。特にレミン君はほらオレンジレンジとかの話題でさ、うん、結構根深くこの問題ともコミットしてきたと思うんだけど、うん、しかしまあその旋律よりも言葉はさらに抽象的だから、うん、まあ、無理だろうと思うし、いい加減にしろと思いますけどね。ジャスラックもさすがに。そうですね、そんなん封印してったらね、もう日本語喋れなくなりますよ。言葉狩りですよ、言葉狩り、うん、ていうかまあだからレコード会社、まあ、ジャスラックはレコード会社そう思うではないとはいえ、うん、やっぱ違法ダウンロードを罰則つけてやってみたら、ダウンロード数とかなんか P2P ソフトウェアの利用者下がったが、うん、音楽 CD とかの礼金も別に上がらなかったみたいなさ、当然分かった現実とか直面してるわけでさ、ああそれとかの反省とかはねやっぱすべきでしょ、音楽業界の、うん、U2 は、うん、で CD ショップはどんどん潰れていくし。ああ、でも最近ね、はい、そうや、ちょっと思ったことがあって。これは何ですか何ですか何ですか。なんかね、割とアイデンティティに関わる問題なんですけど。アイデンティティ、はいはい、ラジオとかでこう、まあ、俺とかよく意見言うじゃない、はい、レビズバとかで、はい、このニュースはどうだこうだとか、はいはいはい、でなんていうかね、あの、まあ、俺ツイッターを英語サーチしたんですよ、はい、でなんかこう、まあ、軽く言ってるだけなんですけど、例えば あの、ね、ある人がなんか、ね、まず別の人のツイートをリツイート2個してて、でその内容があの、なんかこう、平民というか庶民のやつらが、はい、あの、なんか世の中のことを経営者目線で見て、はい、あの、なんか意見を述べてるやつって滑稽だよね、みたいな。はいはいはい、で、自分自身、あの、それって結局、そのなんか意識高い系の発言とか、綺麗事とかって、はい、それも一種のポジショントークのはずで、はい、その経営者とかその為政者側とかに有利なポジショントークをなのに、その普通の庶民のやつらがそれを正しいと思ってなんかその方向にあの思想をもなんていうかその方向の思想を持ってんのはなんか滑稽だよねみたいなのがあって、はい、でそれをリツイートしてるやつが某レヴィン氏とかって言ってたんですよ、その後のツイートで。なるほどね。で、俺は、何やこいつと思ってたんですけど、はい、ですけど、よく考えてみたら割とそうかもと思って。俺とか別にね、経営者でも何でもないし、はい、別に政治にコミットメントを持ってるわけでもなく、なのに割となんか確かに経営者目線というか、そういう系の、考え方をなんか正しいものとして、それを、なんていうかな、もうその意見を礼賛するとかいうではなく、自分の核をそこに置いてるような最近と思って。ああ、なるほど。で、なんかそのアンバランスさが自分でも不思議になってきて。なるほどね。なんかすげえアイデンティティ崩壊、うわーですよ。
まあ崩壊するほどショックは受けてないんですけど。まあでもさ、うん、まあ、世界にもしさ人種ある、この今出てきた用語の中でさ人種を分けるとしたら、うん、経営者がいて、うん、労働者がいて、うん、あと個人事業主がいると思うんだよね。はい、で君は個人事業主に近いから経営者側にさ、うん、まあ、2択しかないようなゲームをする場合は経営者側にコミットするのは自然なんじゃないの。思うけどね。でも、まあ、それは、はい、うん、例えばじゃあ政治的な問題で、はい、政治的な問題だったらどこに、やっぱ所詮経営者でさえも庶民側に回ると思うねんけど、その観点やと、政治に関しては経団連の役員とかやったら別やで、はいはいはい、でもそれ以外やったらもう全然関係ないから、なんかそれなのにこう国家間の問題について是非を述べるのって謎だなと確かに思うよね。一番正しい答えってどうでもいいになっちゃうんじゃないかと思って、うん、まあそれは一票に対した政治を変える力がないことを、まあ、前提にした功利主義的ニヒリズムですね。なんか客観と主観っていう概念がありますけど、はい、でも言うても所詮は全部主観であってっていうのって割とあるじゃないですか。まあ独画論ですね。うん、だからなんか客観というのが割と、なんか幻のようなもので、なんかそれっぽいし、それを、あ、客観的だねっていうような感覚はあるのに、はい、客観そのものというものはないっていう。いやでもさ、客観性とか、まあ今は君が自分で悩んでるからいいと思うけど、うん、まあ、客観性とかないだろうとかいうやつは、うん、とりあえずバカだと思って一緒に伏しとけいいと思うんだよね。なんでかっていうと、おう、だったらなんで言語とかが通じてんだよとか、おお、やっぱりさ、それ本当に哲学的な問題としてすごく論じられてきたわけだ。そう簡単にこう問題に伏すことも難しければ、疑うことも難しい実感としてさ、現実を構成してるわけじゃん。で自分一人になったとき、はい、いやこの世界は自分一人なんじゃないかと、うん、なんか特になんか日本語通じてるように思えるけど、単になんかそう俺が誤解してるだけなんじゃないかとかって思うのは、うん、まあ、ある種自然だと思うんだけど、うん、なんか人が横にいてそれを思うやつは、うん、なんか疲れてるのよって感じですね、はっきり言って。でも俺もそこにも正しさを感じてしまったのね。いやそれはなんか今人生に迷ってるからだよ。そうなんかね。と思うけどね。いや別にさ、もちろん真剣な問題でそれを考える節もあるし、うん、そもそも主観と客観っていう二項対立が育ちすぎるっていう問題もあるよね。うん、でも主観と客観っていうのはさ、結構物理的事実と認識論的事実みたいな区分け方もできて、うん、全てが主観的だとしたら科学って言ったりとかと思ったりしないでしょ。ほら、そう思ったらさ、いや科学は正しいだとか思うじゃん。数学は正しいだとか思わない。はいはいはい。統計も正しいだとか思うでしょ、設定が正しければ。うん、ってかそういうのが全部崩れてって、うん、これを疑うことはやっぱり問題があるんじゃないかとかってさ、ちょっといつもの、しかもそれは限りいつものレミン氏のさ思考ロジックのはずですよ。でしょ。だからそれがたまたまな機能がオフになってるから、ナイーブになってるだけなんじゃない。はー、まあ、ナイーブになってるから機能がオフになってると言った方が正確かもしれない、ね、うん、なるほど。だから二項対立でもの考えない方がいいんじゃない。例えばさ、哲学的な語彙で言っても、はいはい、客観性の中に例えば共同主観性とかもあったりするわけですよ。うん、共同主観性ってつまり、まあ、はっきり言って客観性っていうのはさ、なんか神がいないけど神の視点を想定するものに近いわけだ。はい、でも共同主観があると、なんか複数の主観のさ、うん、同一性とか同型性とか、あるいは共通部分みたいな話になってきて、はいはい、まあこうだと、まあ、独画論哲学とかを取らない限りは、うん、まあ、そういうのはあり得るかもなとかって、比較的その鹿しかないかもしれないとかって思ってる側からも歩み寄りができるはずなんだよね。うん、とかいうことがさ、無限にある中で、うん、そもそもなんで2個に分けて考えてるんだろうとかっていうことが、うん、まあ、ちょっと認識の上がらないくらいには、うん、ちょっと迷路にはまってたんじゃないの。なるほど。なるほど。政治なんですよ、まさにさ、うん、その、でも経団連のトップだったら政治側にいてもおかしくないけど民間だよなって話をしたときに、はい、例えば政策とかもすっごい無数にあって、うん、例えばさ、ネット的陰謀論使えばさ、うん、そうは言っても在日の方が得だとかっていうことも言い方できれば、はいはい、経団連とはコミットしてないが外資系だったら得だとかさ、うん、マジいろんな変数があるわけじゃないですか、うん、それをなんか単純なものとかでなんかこう横にどけて、うん、ああ俺間違ったってんのかもしれないなとかって思うのも、うん、なんか短絡的だと思いますよ。うん、複雑ですよ世界は。
だから俺はでもそのポジショントークを、はい、俺結構入れてないと思うんですよ自分では。うん、俺の立場に有利になるような、はい、にでもこれ普遍的普遍性すげえあるでしょみたいな、なんていうかな、あのごまかしというかって入れてないつもりなんですけど、俺自分では。いやだから、その入れてなさが良くないんじゃないかと思ったんですね。いや、言いたいこととてもよくわかります。変な話、普遍性を装ってることが最大のポジショントークなんじゃないかっていうことだと思うんだよね。うん、装ってることがね、うん、無意識、しかもそれが装ってるとは言うが、うん、実際に自分がそれ正しいと思っていて、うん、その無邪気さこそが最大のベールの可能性があるよね、やっぱりね。はあ、それはそうだと思いますよ。うん、でもまあ、しかし、あ、わかった、うん。十分悩みたまえ。そうだね、なんか池田の坊とかもさ、池田の坊ね、すげえ見てるとなんか、ゴリ押し感があるやん、すげえ、言ってることに。まあ、僕は池田の坊はなんか、あ、と思ってます。いやなんかゴリ押し感があって、俺池田の方は結構正しいと思ってんねんけど、そのうん、なんかねゴリ押し感だから、あの人もあの人で何らかのポジショントークをしてると思うねんよ、割と分かりやすく。いやそうだと思うし、ポジショントークの鬼だと思いますけどね、僕分かる。でもなんかこうそうあるべきなんじゃないかと思ったんですよ俺も。まあでもだからずっと前からあのシンパシーをね表明してるよね、レヴィン君はね。なんかね、俺は誰の立場で喋ってるんだっていうのがよく分からなくなってきたというか。いやでも難しいですよやっぱり。あの例えばさ、僕もレヴィン君が使うロジックでやっぱりその、まあ、そもそもさ、やっぱり今のご時世でさ、そうやっても無自覚かもしれないが普遍性のもとに喋るっていうのはさ、なかなか難しい話だと思うんだよ。いろんなさ、前提とかが崩れてるし、科学とかもさ、あの、複雑系が化してさ、いろんなジャンルとかがこうバーッとある中で、うん、共通部分とか見出すことがすごく難しい時代だったじゃないですか。うんうん、だその中で普遍とかいうことは結構難しいんだけど、ね、まあそれでもなんか、そういう態度を取れるのはやっぱ科学的だ、実証主義的だからだと思うんだよね。やっぱ検証性が重要だとか、科学が重要だとか、数値で論理的に遡れることが重要だろうかっていう、まあ基礎的なルールに沿っていろんなものとかを判別してるから、うん、普遍性の話ができるんだと思うんだよね。はいはいはい。しかしまあ本当に深刻なのは、そういう科学的判断自体が致命じゃないんじゃないかみたいなこととかもやっぱりよく言われてるからだよね。まあまあまあ。それって別になんかそういう話を見たから、いやー科学も一命じゃないよなとか思うんじゃなくて、うん、そんなこと全く無関係に、うん、ふと、でもまあそうじゃないんじゃないかなとかって思っちゃったりすることがあるからこそやばいんだと思うんだよね、やっぱり。うん、まあたまたま今そういうことになってんじゃない、科学の話とかしないにしても、うん、そうなのかね。まあしかし、何問題の本質は、まあじゃあそうじゃないレヴィン君とかあり得るのかな。そうじゃないレヴィン君っていうのは、うん、今言ったような最適化をしないレヴィン君ではなくて、はい、まあ、今のが仮になんか偶然なんか選び取ってしまった、今この瞬間から考えればちょっとなんでこのポジション取ってるか分かんないトークだったとして、はいはい、適切なポジションってあるのかね。なんだろう。いや謎でしょ、これってはっきりとこう、なんかね、俺コミットメントが先立ってる気がするんだよね。はあ、つまり、俺ってこういう文脈持ってるから、はあ、例えば、分かりやすい例だから、ですけど、政党とかで選挙で、どっかを信任したりするじゃない、はい、俺、こういう文脈持ってて、こういう主義の持ち主だから、ここに投票するじゃなくて、はい、ここに投票したから、俺はこういう主義なんだみたいな感じのさ、逆転とかがあるんじゃないのかなと思いますけどね、僕、人生って。で、しかもなんか、その、まあ、決意を持ってやったら、まあ、まだいいのかもしれないけど、やっぱなんか選んでしまってたとかっていうことになんか1秒差だって気づいてしまってて、うん、それが俺なんだとかって思うみたいな。ああ。まあこれちょっと僕、迂闊なこと言いますけど、うん、脳の認識的、機能って、そういう錯誤があるみたいだよね。ほうん。それ例えばデジャビュとかがそういうものの例らしいですけど、うん、デジャビュとかなんか忘れましたけど、つまり、予知とかをしたりすると、思ったりする人とかがいてさ、はい、で、あ、なんか、2秒後のこと最初から知ってたみたいな錯誤、うん、錯誤とあえて言いますけど、うん、で、別になんか超能力とかスピリチュアルとか普段言ってない人とかでも案外あったりすると思うんだよね。うん、はいはいはい。
なんか、あ、お母さんが買い物行ってって言うな、買い物行って、うん、お、知ってたみたいな。ああ、思ったみたいな。はいはいはい。で、こうやって脳のになんか神経経路と認識的錯誤らしくて、はいはい。本当はもちろん言われてから知ってんだけど、先にこう、うん、知ってたみたいな感じにお返すらしいんですけど。ああ、なんか時系列がちょっとバグるみたいな。そうです。穴黒がおかしくなるみたいな。はいはい。まあ、これがそのままさっきの話に繋がるとは思わないんですが、まあ、比喩としてみれば、うん、結構そういう錯誤とかが人間の人生とか決定とか意思形成とかには、感情の形成とかには、馬鹿にならない何かを発揮してそうだな、みたいなことを僕はなんとなくは思いますけど。ああ。あ、でもね。はい。俺なんか自分のポジショントーク性をちょっと見出したかもしれない今。おう、なんですか、なんすか。俺のポジショントーク性はなんか、はい、あのバカはそれ相応の生活を送れってことですね。でもまあずっと前からそうだったの、レヴィン君って。いや、これやなっていう今はなん か探してたら思い当たりました今。ああ、なるほど。だからなんか。お前らより、この、だから日銀総裁、今、白川さんやっけ。今は白川だね。いや、とかが、なんか最後まで全てを見送って。ああ、見送りましたね。現状維持ですね。ああ、何もしなかった。いや、見送るだけのことなら、俺でもできるわ、とか言ってる奴らが、いや、お前にはできないって言いたい。から、俺割と多分、為政者側の視点というか、をよく持つんじゃないかなと思ったわ。まあ、そりゃそうだろう、ね。いや、お前には無理やろ、みたいな。まあ、ただの人じゃないからね、日銀総裁は、うん。だし、その、なるほどね。なんかレヴィン君はその、差異に敏感なのかもね。特に社会的な階級的差異とか。はいはい。やっぱり、あ、いや、そうなんじゃない?つか、まあ、すごい唯物論なんだね、やっぱりね、レヴィン君はね。おぉ。唯物論って何やっけ?唯物論ってのは、なんかまあ、マルクス主義と言い換えていいと思うんですけど。おぉ。どう言ったら分かりやすいかな。まあ、なんか、まあ、この文脈で言えば、階級的対立がすっごい重大な意味とかを持っていて、うん、それとかをないようなことにはできないみたいな感じ。なるほど。だから、まあ、ものがあって、うん、それを、だから、この反対は観念論ですよ。ほう。なんか、精神的には平等なんだとか。ほう。あのキリスト教なんかもその典型ですね。あの現世では辛い生活とか送ってますけど、それは神に与えられた試練で、うん、この人生を全うしたらその分だけ天国ではいい生活をみたいな、うん、ないないみたいな感じです、ね。唯物論共産主義者。でも階級の対立、そんな階級の対立ってわけじゃなくて、お前がじゃあ仮に日銀総裁になる世の中にぽやって変更したらむちゃくちゃになるぞっていう、だからお前にそんな能力ねえだろってことは言いたいって感じですかね。難しい問題だね、本当に。うん、人がいるからね。だから能力があるはずの人が不当に貶められていくのが嫌っていう感じかな。そうや、それやわ俺。ああ、なるほどね。ああ、そうなんですよね。いや、なんか最近そう、もうちょっと長くなりますけど、はいはいはい、さらにまた話題一つですけど、yes. 最近まあ俺もそこまで詳しく知らないんですけど、最近ツイッターで、はい、世界記っていうポエマーのアカウントの人がいて、はいはい、で、あとね、まあちょっとね、聞きかじりなんで正確かわかんないんですけど、はい、あともう一人、その人結構マジキチっぽいんですよ。ポエムとかつぶやいてるんですけど、結構真のマジキチっぽい感じの振る舞いをしていて、まあ面白い人なんですよね。確か有名な人らしくて、割と、はい、にちゃんにスレがあるぐらいには。そんなに、多分君よりフォロワー少ないよ。うん。でもで、はい、もう一人そのなんかね、ドレストっていう人がいて、ドレスト、はい、これ有名なニコ生主らしいんですよ。でなんか電子出版で結構、上位に行ってるみたいな。すごいね。うん。って人がいて、で、なんかその、世界記さんの噂を聞きつけて、そのドレストさんが、はい、なんか勝負を吹っかけて、勝負、はい、で、なんか、詩をそれぞれ、詩の対決とか言って、で、なんかルールは、まあ、お互いから出てきたりとかして、で、なんか、負けた方がアカウントを消す、みたいな。ちょっと待って。マジか、はい。なって、
で、なんか勝負の方法はリツイート数とフォロー数ね、みたいな。でも、フォロワーの差が20倍ぐらいあるから、そのドレストさんの方が多いから、はい、なんか、20分の1で、20倍していいですか、こっちの値、みたいな。塚池さんの方。っていうようななんかいろいろ悶着があってそこで、はい、20倍だと負けそうだったんですよ、そのドレストさんが、はい、で2万ぐらいフォロワーがいる人なんかな、3万か2万かぐらいので、まあ絶対負けると思ってなくてその人は多分、でもなんか20倍つけたらマジで負けそうなんで、なんかでも最近この対決始めてから16倍まで縮まりましたよねとかでルールの変更みたいなこと途中でやってて、何言ってんだよって、まあ、で結構まあそういう悶着があったんですけど、なんかね、その結構ひどいんですよ、そのドレスさんはわからないですよ、はい、その囲いがひどくて、なんかお互いの代理人みたいな、私たちが協議してルールを公正に決めますみたいなことを名乗りを上げたやつが両方ともドレストっていう人の囲いだったみたいな、で結構これひどいなってまとめを見ながら思ってて、はい、でなんかね、でその世界儀さんはもう、まあ、多分マジ吉なんで、はい、まあ、見てたら面白いから追ってほしいんですよ、追ったらいいじゃないですか、はい、でなんかそれをこうなんかわけなんで結構キザなこ甘いこと言うんですよ、そのドレストって人は、はい、囲いの人たちにもうおやめみたいなことを、でこいついけすかねえなとか思ってたんですけど、なんかね、いやー、世界的価値は俺は世界基さんの方にあると思ったんですね、うん、マジ吉の方が俺は、うん、貴重だと思ったんで、はい、なんかこのままこうなんか囲いとかにの頑張りでこの人が消えていくのは嫌だなと思って、なんか割とそれがさっきの話と近くて不当にこの、いけすかない、つけこましが、なんか、数に頼ってこの人を潰すのは嫌だな、みたいな。なんか難しい、難しいというか表現が難しいな。スポイルって感じなのかね。うん。ダメにするってことですね。うん。うん、そういうの、俺めっちゃね、割と関係ない、人から聞いた話なのにめっちゃ腹が立って。なるほど。うん、まあ何だろうね、語彙的にはそれこそ卒業東北とか由来なんだろうけど、うん、まあレヴィン君の大衆嫌いっていうのはまあそういう発想に基づくものだよね。ああやつらは足を引っ張るものだと、うん、出る杭は打つぞと、そう違うだろうと、うん、いいものを認め応援せよみたいな、そう腹立つわ、うん、あじゃあ分かったね、俺も 割とポジショントークやね、だとしたら、はい、ちゃんとポジショントークできてるね俺も。しかしまあポジショントークいいと思うんですけど、ポジショントークじゃないやつは何を喋ってるんだろうね。うん、やっぱなんか強靭の言語を使ってるかないような言語をやってるか、うん、RT しかしないかみたいなああ RT しかしないか、なるほど。これも微妙なこと、 RT の傾向によって自我を表現するとかっていう、まあ微妙に編集的なテクニックもあるからね。ああ、俺の上司が割とそれでね。そうなの？ RT を、ほとんど RT の人がいるんですけど。まあなんか、そうね。あれも難しいよね。つまりさ、うん、まあこれは批評とかのテクニックでもあるんですけど、うん、自分で言うと角が立つ、信憑性がない、何を描くっていうものも人に言わせると説得力を持ったりするんだよね。うん、っていう技を使うときに、意図してやると性格悪いが、うん、意図しないでやるとバカなんだよね。うんっていうこの難しさ。まあ意図しないであるとバカって何でかっていうと、バカ、それ自体はバカじゃないんだけど、うん、まあ、無意識だなぼれってことだよ。うん。まあ、ネットって無意識だなぼれなシステムなんで、それはそれで面白いなとは思うんですけど、うん、まあいいや、どうでもいいや。まあポジションない人なんてほとんどいないだろうし、うん、まあね、やっぱ悟った人とかと出会いたいですけど、ね。まあまあ、ちょっとそういうことを思った週でしたね、選手は。そうですか。うん、あとちょっと新コーナーをエンディングで告知しましょうか。じゃあ、あ、なんかね、うん、レヴィン君肝入りの新コーナーが出るらしいんですけど、ええ、まあ、割と俺のためのコーナーみたいなとこありますレビドクの、レビドクの、
レビ毒ってなんか 毒ってポイズン。レビポイズンの。レビ毒にしよう、レビ毒。レビ毒のあのコーナーなんですけど、皆さんぜひご協力していただければと。はい、あ、じゃあレビ毒に関係あるかもしれないから、このトークしますけど、はい、いや昨日ね、結構会社経営で忙しい合間を縫ってですね、また、うん、恒例の講談社ボックスでやってる電子書籍の小説新人賞の選考会に行ってきたんですよ。でまたプレゼンターやって、うん、まあ、僕はですね、今回はなんか17歳の女子高生の小説とかをしたんですけど、お、まあ、とてもね、まあ人は文章力がないとかでディスったりして、僕もまあ、あると言ったら言い過ぎだかみたいな、こう謎のこう呼び越しなりしたんですけど、いや僕はないとは思わないや、うん。まあ、ないと思わないと言ったんだよね、本当に、うん。なんだよ、それって感じなんですけど、まあそれをして敗北したんですけど、うん、まあ2位取ったんで、まあそれでもいい方かなと思うんですけど、おで、まあ優勝したやつがあって、うん、4作、それぞれ編集者とか僕とかがプレゼンして、そのうち1個が選ばれるんですけど。それ、なんか、2位とか言ってますけど、得点はどうやって決まるんですか？得点は2種類で、まず審査員が4名いて、はいはい、その人たちが10点満点つけた後に、はい、読者投票というか視聴者がニコ生アンケート、ニコ生で放送してるんですね。はあ、で、得票して、得票1位が5点追加ですね。はあ、いつもこれで決まるんですけど、はい、まあ、17回やってるこのボックスや新人賞、今回初めて5点入れても勝てないほど1位が独壇場ぶっちぎっていてですね。へえ。いや、ほんとビビりましたね。いや、こういうのがあるべきなんですけど、うん、実際出るとマジ茶番みたいな。うん。だからもはや2位争いとかあったんですね、僕の中で。そして2位を取ったんで、僕はちょっと一つ満足みたいな。ああ。感じだったんですけど。いや、ちなみに審査員はボックスの部長の佐藤さんと、うん、いやーっていう同人誌を作った作家で批評家ではないな、編集者みたいな人の堀田さんっていう方でね、うん、エモエジャパンとか、僕と積んでるとハイデガーとかいう本をね、お書きになってる方ですね、うん、と、うん、シリウスマガジンの系列誌といったらおかしいかな、まあ講談社出してる月刊少年漫画誌で、ボンボンの系列かなんですけど、うん、シリウスの編集長の山本さんという方と、はい、スターチャイルドの林さんがね、うん、林さんという方が審査員ですね、うん、総勢 5名 ?4 名です4名と、まあ、司会が鷲崎さんだね。ほう、鷲崎さんに面白くいじってもらえた得点が高くなりがちという現状はあるんですけどまあそれはまた難しいもんです、まあ、僕も今回はねすごくネガティブな感じだったんで、うん、かなりいじってもらいましたね。なるほど。いや面白いっちゃ面白いんですけど、面白くないっちゃ面白い、どっちやねんみたいなこれ一個あるだけでググッと違うんですよ、ね、ほうどうでもいいんだけどさ、本当にどうでもいい関係ない話なんだけどさ、うん、あのモテ期の作者の久保光郎っているじゃないですか。はいはいはい。あの彼女となんかの男性、あ、ニューハーフだったかな、あのコラムニストを何度かさんがやってるあのオールナイトニッポンのラジオがさ、ほうほう、なんか最近一部に格上げしたらしいんですよね。ほう。でなんか一部と二部あるじゃん。二、うん、部はなんかそういう公募とかで、うん、あの面白い企画だったか番組だかやった人がその実際番組に昇格するってやつで、なんか久保さんたちなんか普通にあの一般参加とかに登録して勝ち上がって、うん、2部にで番組枠取って、それが人気になって1部にとうとうなんか上がってきたとかいうことですごい話題になってるんだけど、へー、いやー、あのなんかネガティブトークがマジ面白いらしくて、僕一回も聞いたことないんだけど、うん、今熱いラジオあるかもしれないなと思いますね。お化けゴーストの次に熱い。なるほど。やべえ、酔っ払ってるから言いたい方じゃない。多分僕ちょっと酔っ払ってる方が僕面白いと思います。これからじゃあちょっと、入れてもらうか。ちょっと入れるかな、みたいな。いや、まあ、だからネガティブって結構今来てるのかなと思うんですよ。うん。ネガティブって僕あんま好きじゃないんだけど、うん、まあ、突っ込みやすくはあるよね。うん。なんかまあちょっとそれでね、よかったなと思った。まあそれでいじってもらえて、うん、まあいじってもらえたことがよかったんじゃなくて、やっぱ小説のプレゼンをするんですけど、うん、まあ人の小説を預かるんで、うん、まあなんとかしてやっぱ価値を高めてやりたいな、なんか、まあなんかこれがいいきっかけになってほしいなとか、審査員の、印象に残ってほしいなとかって思って頑張るんですよね。うん、内容と関係ないところは辛いんですけど、うんうん、まあ内容と関係ないって言っても僕実はなんか前回くらいからそういう紹介をする際のなんか方針とかをもうかなり改めてて、うんうん、ガシャ、これはこういうセールスポイントがあってこうなんですよみたいな営業マンみたいなこと言ってたんですけど、うん、今からおかしなこと言いますけど、うん、批評家として喋ることにしましたね。ほう。どういうことなんだよって話なんですけど。どういうことなんですか？まあ営業マン的に売れるポイントを出すのも批評家の仕事っちゃ仕事なんですけど、うん、でまあ僕先行、うん、まあ上がってきたものの、うん、
小説としての存在価値を言うようにしてますね。なるほど。それってアニメ化するとか、はい、売れそうとかって、あ、とかってこととは関係なかったりするんだよね。で、僕そういうこと言うと逆にほら先行って賞になってさ、うん、売れることが期待されてるし、あとアニメ化を前提にした賞でもあるので、うん、アニメとの適合性とかが結構重要だったりするっていう特殊な賞なんですよ。ああ、なるほど。だからそこをさ、いや、アニメ化とかはどうでもいいと。むしろ映像化できないこの可能性こそが素晴らしいとかって言っちゃうとさ、審査員に喧嘩売ってんだよね。そうだね。だからそれだけはやめていきたんですけど、まあ、今回喧嘩売ったわけじゃないんですけど、うん、そうじゃなくてやっぱ小説として世界に存在する価値というのを出していきたいなと思ってね。なるほど。まあ、そういうべしゃりをしましたね、今回。いいですね。で、当分今後もなんか結構続くらしいんでね、やっていこうと思うんですけども、うん、ここからが本題 で、はい、優勝したやつがすごい、すごいポイント、優勝っていうか、まあ、今回1位になった人がすごいポイント高くて、うん、それが1年前に僕がプレゼンした人だったんだよね。へー。で1年前からずっと僕覚えてて、うん、実は今回ノミネートしてたら知らなかったんですけど、うん、タイトル見たらやばいあれかもしれないとか思ってたら見事に来てて、ね、いやだからね今回自分僕大体自分のプレゼンが負けると本当、うん、苛立たしい腹立たしい気持ちとかでマジぶち切れてるんですけど、うん、今回初めてねなんか引き下がれた気持ちありましたね。ああなるほど、前回の村上くんをプッシュしてた人がそうそうもうぶっちぎりの1位に今回そうなんだ、さすがに嬉しかったですね。へえ。しかもその時に、1年前にね、プレゼンした時、本当に僕怒ってて、うん、ツイッターとかにすげえ恨み事書いたんですよ。いいものはいずれ残る。選ばれるだろうみたいな。粛々進めていくだけだ。予言者みたいになってるよ。いや、本当に、ね。でそれでね、それで、その時勝った、その作品、今回、百花部さんっていう人なんだけど、うん、1年前に百花部さんに勝った作品が、実は去年の、アニメ化選考で勝ち抜いてアニメ化することが決まったんだよ、ね、うん。だからアニメ化したやつに負けちゃったんで、まあそれもしょうがないかなと思うところあるんですけど、うん、まあ負ける、まあ優勝者に負けるんだったら、まあ必然性があるかなってところあるじゃないですか。うん。雑魚に負けるよりは。雑魚って、まあみんな勝ち上がってきた候補者なんですけどね。うん、まあでもそこで随分ラビブ周回だったんで、僕もかなり実は思い入れがあったんですけど。お俺は3度目の正直で今回勝ってね。じゃあもうわしが育てたと言っていいんじゃないですか。いやいや僕育てないです、何も育てないです、本当に育てなくて、やっぱり先行とかでしてたんだけど、あでこれ面白い話だね、うん、実は同じ町内に住んでたんですよ僕と。へえ。作家が、はあ、マジ面白い。で昔から知ってたんですけどね、同じ町内にいること自体は、うん、でそんな感じでさ、しかも自分が取り上げてさギリギリで負けたとかやったらさ、うん、これもあってなんか編集部の悪口とかを言いながら、一緒に頑張ろう二人三脚でみたいな、湿っぽい青春なのみたいな展開とかあり得るじゃないですか、うん。それだけはしなかったんですよ。あやっぱそれは僕もこういう仕事をしてる人間としての矜持があるっていうか、うん、コンプライアンス的な問題もあるし、うん、やっぱ作家志望の人との付き合い方ってのは本当センシティブなんだよね。ここにもいますよ、作家志望が。いやいや、作家志望って言っても、なんかそういうことを、投稿してきた人と出会うっていうんじゃないじゃん。これ別に昔からじゃん。友達的には。はい、そうじゃなくて、なんか上がってきたけど落ちたみたいなものと、編集者でもないのに、なんかコミュニケーション取るっていうのは、非常にやっぱ諸刃の剣だなと思ってて。なるほど。それでスポイルするかもしれないし、うん、まあ、逆にね、それでうまくいったとしても、なんか極めて越見だし、うん、うまくいったらけど、うまくいけなかった時の責任とかもやばいものがある。うん。まあ、一体俺って何なんだろうとかと思ったりもするんですけど、あとそもそもそれで言ったとしてもさ、うん、もちろん僕批評家だし、やっぱ東さんの批評家的な血脈を引いてるので、うん、やっぱいいものは市場に評価されない、その市場に評価されないものを市場に流通させることが批評家の宿命であり、宿話だっていうのは、僕も受け継いでるつもりなんですよ。うん、それやりたいんだけど、ただやるにも手順があるし、うん、やっぱり生まれるためにはね、うん、自分の力でやってきてもらわないとっていうのはあるんですよね。うんうん、だから待ったよ。別にそんなに待ったつもりもないんですけど。あただ、うん。まあ生まれてきてくれて嬉しいよね、やっぱりね。いや、ぶっちゃけ何回かね、候補作で上がってるのは見たこともあるんですよ。だから何回か結構リベンジなんだよね、何回か目かの。だから同じ賞に5回、あ、5回とか4回とかの単なる僕の比喩ですけど、うん、本当に何回やったか知らないんだけど、うん、何回も送ってとうとう勝ち取ったみたいな。うん、いや、これはね、何回もやったら取れるってもんじゃないんですよ、当たり前ですけど、皆さんご存知の文学賞ってやつはね、うん、でもなんか何回もやって取って、しかも最高得点になったって言ったらね、超夢のある話だなと思って、ね、なるほど、
え、よかったよ。で、さっきまで飲んでたんですけどね、おめでとうって。早速連絡を取って。それでね、今ちょっと村上くんは酔ってる。僕も陽気な気持ちですよ。陽気な男ですよ、この人は。ね、彼はね、全然、あ、酒飲まないっすとかでね、おぉみたいな。俺ばっかり飲むみたいなね。ウイスキー飲んで、うん、音楽はよーとみたいな。市場はよー生き残るとはさみたいな。俺誰みたいな感じ。なるほど。いやいやいや、本当にね。まあ本になるまでもうちょっと間があるんですけどね。うん。ある作家だと思いますし、こう、まあだからそもそも僕がいいと思ったやつとかは、が敗退してるので、それとかが出版される可能性でも十分にあるので、いや、楽しみですね。なんて人なんか、名前はないんですか？ありますよ。百壁ネロって書きますね。はい。百壁カタカナネロ。百壁ネロ。が、今回の。今回のボックスヤーの17回かな、の賞で受賞しました。へー。今年最初ですね。おう。ゴアケンっていう作品なんです。2位の人は？ 2 位の人は、村上プロデュースでしょ、今回。プロデュースというか、村上プレゼンの人でしょ。やべえ、俺今ね、本名言っちゃうしなんてやばかったな。本名言っちゃうとかやばいよね。やばいよ。ちょっと本名やばいよ、ちょっと待って。まだペンネームないのかね？あるある、全然あるよ。うん。で、全然あるし、公開されてないんだっけかな。いや、どうだったかな、公開。まあ言っていいのかな、うん、まあ言っていいか。ちょっと待ってくださいね。台本とかが散逸しててやばいんですよね。うん、これが違う。あれない。どうしよう。メリン君ない。情報がないかも。まあ、はい。多かった高村さんですかね。高村さん、うん。で、いいと思うんだけど、読み方。ああ。まあ、とある秘書見習いと殺す踊り子っていう作品を取り、今回送ってきてくれた人です、ね。すごいタイトルやな。いやー、とある、うん、すごいタイトルで、ナンセンスだね。タイトルはね、もうちょっと考えようがありましたよ。うん。っていう話は当日もしましたけど。うん。いやー、でもまあ 20% って言ったし、シリウスの編集者の山本さんもね、かなり褒めてくれたんで、うん、いや、その後ね、編集部じゃなくて、終わった後とかもこの話してね。うん。いや、まあ、当日放送だったからも言ってたけど、10何歳なんだよね、この。すごいな。若くて、うん、いや、すげえかけてるな、みたいな話になってさ。はあ、まあ、僕、実はプレゼンの時は、年齢で作品を判断するのは良くないなと思って、その情報伏せたんだよね。うん。そったら選考員がバンバン言うみたいな。17歳ですよ、すごいですよね、女性で、みたいな。そうですか、みたいな。まあ、みんな言っちゃうんですね、みたいな感じでしたよ、僕はっきり言って。あ、僕の立場から言うとあざとすぎるんで、ちょっと僕の趣味ではできないなと思ったんだけど。なるほど。言ってくれたんで言えてね。だから、まあ、将来性あると思うんでね、頑張って書いてほしいな。うん、いや、本当に。なるほど。まあ、このラジオ聞いてることないと思うんで、あれなんですけど、うん、僕はいいと思ったんで、うんうん、今後もめげずに書いていってほしいね。なの将来有望だと思いますよ。なるほど。小説というジャンルの将来が有望かは別としてね。陽気な兄さんですね、今日は。いやいやいや、そんなことないっすよ。売れているね。いやいやいや、気分ジョイジョイですよ。気分ジョイジョイジョイ。いや、そろそろお便り行きましょうか。お便りもね、いや、今日はそうか。結構我々フリートークとかで潰せるだけのなんか悪力とかあったんでね。読みますよ。はい。フミンさんからいただきました。はい。レミンさん、村上さん、こんばんは。こんばんは。突然ですが、女性の衣装で好きなものは何ですか？差し支えなければ教えてください。差し支えるような衣装が好きというわけではないですが。いや、俺はこのフミンさんの超ライトな感じのね、お便りに最高に気に入ってるんですよ。村上が時にライトを好むからね。時にライト好みますね。レミンさんも好きですけど、女性の衣装ですね。女性の衣装ね。まあ、メイド服はいいですよ、非常に。まあ、思うですか。多様ですけどね、メイド服という。メイド服も多様だよね。なんかその、ロングスカートもあれば、ミニスカートもあるし、エプロンもいっぱいあるしね。うん、本当そうですよね。なんかね、僕、まあ別に人並みにいろんな可愛い衣装好きですけど、うん、これってないな、あんまり。あとは何やろうな。あ、でも俺、いや、あ、ダメだ、やめよう。酔っ払ってカミングアウトやめよう。これ衣装ってやっぱ3次元の話かね。いや、3次元の話だと思うんだけど、まあ、2次元でもいいんじゃないですか。2次元っていうか、なんていうの、特定のキャラの衣装が好きとかさ、それはもうちょっと変わってくるか。まあ、女性の衣装じゃなくて特定のキャラの衣装だ、ね。例えばだから、まあ、俺は別にそうじゃないけど、セイバーの、はい、フェイトのセイバーの格好が好きとか、ああいうのは除外。まあ、そうね、ドレスアーマーは普通はないからね。
ああでもドレスアーマーっていう言い方をすれば別にこれに当てはまるわけや。好きなものという。ドレスアーマーって今僕は適当に作った言葉ですけど。あら。ドレスアーマーって言うんかと思ったあれを。ドレスアーマーだからドレスアーマーからって言ったけど。巷で、であるよ言い方が。ああ巷であるんかと思ったら。じゃあダメですね。まあメイド服、巫女服。あ巫女服はいいよね。巫女服は割とイメージしやすいというかそんなに多様性ないよね。巫女服ってあの、白、あと白木、なんだっけ、ああ、言葉忘れてない。上があの白い柔道着じゃないけど。白拍子か。白拍子。へえ。柔道着がおそらくみんなが想定してる巫女服だと思いますよ。うん、超薄い柔道着みたいなのに、そうそうそう、赤い袴ですね。赤い袴。なかなかね、やっぱあれは可愛いよね、清楚でね。うん。いやー、なんか、うん、俺さ、うん高校がブレザーだったんで、あ、実はセーラー服が好きですね。セーラー服ね。まあ、ブレザーも嫌いじゃないんですけど、うん、やっぱなんか自分の学生生活になかったものとかにはこう、なるほど。誘引されるものがありますね。ブレザーもいいですけどね。ああ、でも絶対なんかあるはず、俺。衣装か。なんだろう、メイド服。ニーソとかどうですか？ニーソ好きですよ。あとはクロストとか。クロストって何や？クロストッキング。ああ、そんなにかな。あと短パンかミニスカートかロングスカートか。なんかもう、でもこれ、まあ、バニー服とか。ああ、バニーガールいいよね。好きやけど、なんかこう。編みタイツやんすか。うん。でもなんかこう、絶大に押すって感じでもないな。ああ、いいじゃないか、ぐらいやな。難しい問題だね。いや絶対なんかある俺は今言っていない何か大好きな印象があるはず俺には何の希望か分からんけど今も俺嫌い衣装とかね嫌いな衣装とか嫌いな衣装僕ボディコンとか嫌いだねやっぱりああバブル的な衣装とか微妙ですよねああレースクイーンとかも俺あんま好きじゃないそうまあ分かります同じ傾向ですねあ、まあ、スクイーンは水着みたいなもんなんでうん僕はそこまででも、そんなに嫌いでもないんですけど、あでも好きでもないな、別に。あーバドガールとか実際に見るとなかなかいいものがありますよ。何何？バドガール。バドワイザーってビールあるじゃん。ほうあれとかの、プロモーションする女の子のコンパニオンとかいて、うん、デザインでレースクイーンみたいな格好とかしたりするんですよね。あとは何かな。なんかリアルビッチ系はちょっときついよなぁ。衣装として。やっぱ清掃ビッチ系がいいですね、僕は、ね。俺、男装好きなのよね、女性の。あ、そうなんですか。女性の男装ってかっこよくない？ネクタイ締めてちゃんと。はい、はい、はい。なるほどね。タキシードとか。いや、僕もね、女性の男装だったらなんか宝塚的なものしか浮かばなかったですよ、ぶっちゃけ。スラッとしたスラックスとかね。あんなリリシーンじゃなくて、普通に可愛い女の子が、なんかタキシードがかっいいな俺それはなんかアイマスと言ったら誠が好きみたいなそういうそういうことですよあなるほどとてもよくわかりましたでもミキがタキシード着たら絶対かっこいいああまあミキが着てるの結構なんかマジシャン的なイメージで案外あったりするから、ね、俺ミキ大好きやから、ね、一番ミキが好きやからね、まあ、なんかそのあれじゃない、まあ、好きなキャラが着たら何でも買いっていうのはもちろんあるにしても、うん、好きなキャラがトレードにしてるような服装とかって結構好きな服装だったりするんじゃないうーん僕誰だろうなアイマスだったらユキポはるかじゃないんだよね僕ねはるかじゃないんだけど誰だっけクギミヤがやったやつ誰だっけクギュがやってるのイオリちゃんあイオリイオリも声は好きだけどイオリも違うんだよなでアミマミも全然違って全然違う誠は普通誠さ2番手ですよ僕は誠普通あユキポかユキポユキポかユキポだとワンピースになっちゃうやばいユキポが3番手になってしまうこのままではあと誰いたっけりっちゃん普通だな。普通。あれだっけミンゴスカやってのは千早か。まあ、千早も普通だな。クンの人か。そう、クンの人ですね。なんか俺、渋谷凛とか好きとかそういう時間やってきちゃうな。誰や渋谷凛知らないのあ、それモバマスじゃないですか。モバマス、モバマス、もちろんモバマス。渋谷凛か。はいはいはい。渋谷凛好きってなんか女子学生が好きっていうだけなんじゃないかっていう感じもするし、ね、ああそうやね微妙だよなあとアイマス本編のキャラクターってガナハ
ガナハ君いいやん。ガナハはいいですね。でもガナハがいいのって、マコトがいいの系列だからね、あれも。ボーイッシュなキャラクターでしょ。うん。あと誰かいません？なんか、年長のキャラクターって言ってましたよね。アズサ。アズサ、アズサ、もう悪かねえけど、なんか固まってるよな。一番ないわ、俺。あ、まあ、あれを、ないなって思う人がいるのもよくわかります、うん。他は誰かいたっけ ?10 代のキャラクターで。まあ、ミッキーは言ったと。これ忘れられてるやつが一番かわいそうだけど。かわいそうだよ。まあ、追加勢があと2人くらいいるけど、うん、まあ、あの辺は別に、まあ、忘れられててもしょうがないよね。うん、アイマスググロ。衣装ね、なんかナース服とか忘れてたね。まあ、ナースですか。あ、でも僕さ、実はコスプレの衣装がそんなに好きじゃなくて、うん、なんかごわっとしてるじゃない、なんか。うんうん、なんかナースコスとかメイドコスとかも結構見たことあるんだけど、はい、なんかすごいごわごわっとした感じの、うん、まあ、言い方悪い風に言うんだったら安物っぽい感じとかを見てると、はいはい、嫌だなって思っちゃって。それリアルの話でしょ。リアルリアル、うん、もちろんリアルですよ。まあ、プラグスーツとかどうだろう。やよい。はぁ、やよい。やよいのことを忘れてた。シルエット見て思い出したわ。はぁ、大変なことですよ、レイ。大変なことが起きたぞ、今、おぼけゴースト92回やってきて。弥生のことを忘れる。忘れるはありえないね。ありえない。いやー、かわいそうにね。いやー、アイマスのスローでも、プロデュースするアイドルで選んだことがあるのに。そうだよね。僕は一回も打ったことないですけど。のやつ。なんかさ、アツサとかもさ、うん、新しくなったデザインとかだと結構かわいくない？あんまり見た記憶がないですね。じゃあ、ショートカットで誠みたいな顔のやつがあってさ。へぇ。誠自体もすげえ可愛くなってるよね。昔は可愛くなかったって意味じゃないけど、うん、ボーイッシュさとかこう、なんか、よりもさらにこう、エレガントさを出したというかね。うん。ちょ、なんでアイマス話してんだよ。ほんまやね、衣装やで、衣装。あ、そうすぎ、まあ、ちょっと待って、十分言ったいじゃん、きれいって。まあ、そうやね。安っぽくない。プラグスーツとかどうですか、村上くん。プラグスーツですか。まあ、プラグスーツ、今の話で言ったら、リアルで見ると本当ないなって思います。見たことあんの？いや、リアルであるよ、本当にコスプレとか。あ、そうなんや。プラグスーツね、でもなんか、あれも微妙なものだよね。微妙というか絶妙なものとも言えるけど、うん、例えば、綾波のプラグスーツとかって白いやつあるけど、うん、あれとかもね、生、つまりスーツだけで見るとさ、うん、何やこれって感じだと思うんですよ。うん、でもレイとかが着てスラッと足とか伸ばしてるとなんと美しいんだろうとか思ったりもするんですよね。それ着てることが重要なのか、綾波レイだから重要なのかとかもわかんないんだ。わかんない。不可分やね。まあその観点から言うと結構エヴァンゲリオン派でさ、うん、スロットがパチンコ家で見たことあると思うんだけど、ほら、新しいアスカのさ、プラグスーツあるじゃない。あー、見たことあるかな。多分まあ映画見たことなくてもどこかかしらで見たことあると思うんだけど、なんかね、うん、新しくてエロいプラグスーツがあって、うん、すごいんですよ。なんか判決とか見えてるタイプのなんかマブラブのあースーツっぽいやつ。マブラブのあれすごかったよな。あのすごいね。俺最初見た時ブーやったでほんま。いや、そりゃみんな恥ずかしがるわと。腹筋ビキビキやぞと。あれそうですね。まあでもあの発想って結構いろんなとこになるみたいだからね。強化外骨格。マブラブはきついな。マブラブはあれだね。俺なんか見てて苦痛やったもん、ちょっと。正直。はいはい。うん、やっぱ戦争のグロテスクさみたいなのを、うんうん、SF のグロテスクさっていうのをやっぱ同時に表現するためのデザインですね、あれはね。そうですか、うん、いやだってあれだからやっぱまあアージュはすごいよね、あの衣装とかで。いや、失禁したらあそこにたまるんだよみたいな。そんなん言ってた。言ってました、言ってました。あの作中で。作中で言ってますよ。マジで記憶にない。マリコちゃんが、へえ、排泄、あ、でもどこだ、まあバラバラな、マリオちゃんが食われる寸前とかに、うん、失禁したのよ、みんな失禁してるはずよ、あははみたいな、うーん、ザートに食われるみたいなね。はあ、グロテスクやわ。いやー、まあメイド服とミコ服ってことでいいですか、我々。いやいや、よくないです、よくないです。もう一つありました。何でしょう。僕リクスー好きだわ。何、リクルートスーツ。ほう。まあ女性のね、男性は普通に背広みたいなもんだから。ほう。リクルートスーツって要するに大学の入学式か卒業式と就職活動くらいしか着ないんだよね。ああ、これね。女性の場合は。まあ、いわゆるスーツっぽいもなります。はい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 。で、なんかフォーマルに見えるけど、実はほとんど
ある年代とか超えるとまあ出てくることがないですね。はあ。X 好きだね僕ね。確かに悪くはないね。なんかあのまあ女教師とか結構フォーマルな衣装とかを着てますけど、うん、まあそれのライトバージョンというかなんか一般向けみたいな感じで対抗性があるかなみたいな。そうですね。誰しも着たことがあるだろうし。あと着物とかいうの忘れてたね、そういえば。ああ、いや、今ちょっとリクルートスーツ女性でイメージ検索してたらもうなんかところどころにあらぬ画像が出てきて。どういうこと？俺もやろう。リクルートスーツ女性。で、画像検索ですよね。うん。おっと、なんかすでになんかや、すでに何かすごいぞ。うん、恐るべき画像が いろいろありまして、ちょっと驚愕していました、私は。どれ恐るべき画像って。これ、おお、これは恐るべきだ。これやばい。これやばいよ。なんかこう、なんというか、出くわしちゃったみたいな画像がいや、これはね、ちょっとイメージ検索恐ろしいなという。まあ、セーフサーチをオフにしてるからかもしれないですけど。ちょっと待ってよ、これ。見上げちゃったみたいな画像がいくつかあるじゃん。ちょっとありえなくないこれ、うん、いやこれ以上はね何かに触れるやめようこれ以上やめようじゃあ次行きましょうか。はい、やばいねプビンさんの超ライトとメッセージで、うん、超ヘビーな長い時間を使っちゃった超ヘビーなことに出くわしてしまいましたね。次からはまあ問題文じゃなくてお便り本編を読み上げることとかに注力しよう。はい、佐々木さんがいただきました。はい、お久しぶりです。佐々木です。はい、早速ですが、レビンさんは現在、波ダイエットなるものを実行されていますね。うん、おそらく先日の血液検査の結果に、コアゴアとされていることだと思われます。うん、幾分成果もあるようで、ぜひとも継続されることを願っております。いや、ところがね。うん、ところが、その検査結果を見るところ、異常に高い数値がいくつか出たという結果が判明しただけで、レビンさんの体に実際何が起こっているのかを判断することはできませんよね。まあね。そこで提案ですが、やはり健康診断、人間ドッグ、ドッグじゃないかな。の類を受けられることをお勧めしたいです。うん、オバゴー初期にも同じ内容のお便りを送らせていただきましたが、レビンさんは見事に仕方され続けました。ほう。もうこれ尊敬ごとく受け身がわけわかんない。青色、白色申告クラスターのお二人には、自治体の保健所から春の健康診断の冊が届いてるんじゃないですか。これを機に変えてみてはいかがでしょうか。以上、ご自愛くださいませと。うん。いや、来てないですよ、別に。うん。うん、別に来てないです。何が？いやー、保健所から春の健康診断をされたとか来てないなと思って。あ、なんかでも見かけたような気がするな。マジで？でも大体そういうの全部捨ててるんで、速攻。いやー、でも僕健康診断とかは重視してるんで、うん、昔言語社行った時はね、なんか当時社員が3人しかなかったんだけど、当社長と一緒に、赤井さん、健康診断行きますか、うん、やろうよ、かけるけどビシッとか言ってたんですけど、うん、やらずに終わりました。でも行った方がいいよね、マジで。いや、健康診断行った方がいいし、まあ、胃カメラだけね、内視鏡だけ辛いんだけど、ああまあ、それ以外は面白いですよ。データもあるし。ああ。アトラクションみたいなもんだね。なんかよく芸能人とかやってんじゃん、テレビ番組で。はい。てか逆に言えば、テレビ番組でやれるのっていいなと思うよ。ああ。なんか内視鏡の苦しさとかをネタにできるじゃないですか。そうだね。あれネタとかにしないとほんと辛いよ、マジで。やばい。村上君経験者やからね。最悪だよ、ほんとにもう。なんかこう、もうちょっと今ね、不適切な比喩とかを使いそうだったから、もうやめときますけど、うん、でも、そうだね、これちょっとまあ、受けたら、俺、オバゴーで発表しますよ。うん、いいと思います。す、う、べ、ん、てを検討とかしますよ。ちなみに、あの、ナミダイエット、どうだったんですか？いやー、まあ、ちょっと今日は焼き鳥屋に行き、はい、昨日は焼肉屋に行き、はい、一昨日は、カレーを特盛り食うみたいな。おちょっと波というのをさ、極めて明示的に破ってるよね。そっか。いや、あのね、でも、仕事のある日はちゃんとやってるんですけどね。休みの日とかにちょっと食生活はめ外しちゃったみたいな感じですか。そうなんですよ。まあ、しょうがないね。しょうがないよ。いや、しかしね、僕は、ふわ生活してて、焼肉だけはありつけてなくてさ、うん、寿司とかよく食うんだけど、うん、焼肉食いたいなって思うと、うん、なんかいろいろ用事があって食えなかったりして、あその度にね、レビン君は先週も焼肉食ってたなとかね、この前も焼肉食ってたよなとか思うんだよ。しかしね、焼肉とは一口に言えども、はい、やっぱね、あんあんとか、はい、牛角とかあるじゃないですか。はいはい、あります、あります。と、まあ当たり前の話ですけど、はい、ちょっと違う、一皿800円、900円するような、はいはいはい、一人前で。焼肉屋って全然違いますね。あ
あ、もうなんか結構いわゆるチェ大衆系焼肉店とかも全然僕入ってないんですけど、うん、やっぱ違う。違うね。七輪なら、まだこれも今言ったのと違う話なんですけど、おい、七輪と、ホットプレートじゃないな、ホットプレート、なんかあの鉄板、はい、縦にスリットが入った鉄板、はい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 、をと、だいたいこの2パターンかな、焼肉って。でもやっぱね、その鉄板の方がいいわ。なるほどね。七輪ってね、なんか焼けすぎるというか。そうなんだ。ああ、牛角とかも七輪だよね、確かに、ね。そうです、そうです。どっちかというと俺、ホットプレートじゃないな、なんていうの、鉄板でいいか、ね。スリット鉄板の方がいいですね。いやー、普通はなんか七輪の方が高級感あるとかっていう印象があるんだろうけど、なるほどねって感じ。うんうん、なんかスリットってあの油とか流すやつだよね、うん、僕も、あ、実は焼肉食ってない食ってないとか言ったんですけど、うん、前もラジオで話したかな、前にあの年末になんかイベント行った時にね、社長さんにおごってもらったりして、うん、美味しい焼肉屋に連れて行かれたんですよ、嬉しいことに。おそこ鉄板だったね、やっぱり、ね、いいですね。あとはね、あ、せっかく焼肉トークなんで僕も食ってないことのこう恨みをぶつけるように喋るとまあ、焼肉といったら韓国なんですけど、なんかね、馬場のね、韓国料理屋で、結構野生的な焼肉売るところがあって、うん、そこ結構すごかったんですよね。うん、まあ、マッコリとかうめえなとか飛んだりしてるんですけど、肉が、うん、なんか鉄板とか斜めにして、油とかバンバン流すようにしてて、うん、とかいう謎の仕組みとかあって、しかもそれってなんか、その工場的にそういうことによって油とかがたまらないようにするだけじゃなくて、うん、なんかアトラクション的な何かがあって、それをガッとひっくり返して、ガッと交換して、そのことってなんか肉がうまくなるみたいな何かがあったりしたんですけど、随分。いやー、なんか本場すげえなーとか思いましたね。へぇ、焼肉に本場があるのか、そんなの知らんわとかと思ってたんですけど、まあ、やられてみたらうまかったし、特に文句もないし、なんか機会があったらまた行きたいなと思って、すでに5年が経ちました。まあ、あの店まだあるんだろうか。はぁ。焼肉食いたい。みんなで焼肉行こうぜ。健康診断、人間ドッグの、ドッグの類を受けられることをお勧めしてる人のお便りで、焼肉、焼肉超うめえよとか言ってる。焼肉食いたいよ、ほん、あれだ、ほんとさ。うん、まあ、僕実はその今さらなんかさらっとカミングアウトすると、はい、結構糖質制限僕全然なんか制限できてなくて、うめとかラーメンとか食っちゃってるんですけど、うん、糖質制限時の名残で、肉食うようになってはいますね。あれでも糖質できてなくて肉食うようになったらもう100万じゃないですか。いや、そうでもない、なんか食事自体は減ってるからね。ああ、忙しくてなんかまあサブウェイ近くになるって話しましたけど、うん、選択的に食ってる余裕がないんだよね。ああ、それでまあおにぎり食ったりなんか松屋でパッとやったりとかってあるんですけど、あ、言ってるほど松屋もないんで実はその肉食ってないんですけど、うん、そうそうそう、なんかね、わかんない、まあそのせいかもしれないんですけど、うん、ステーキ食いてって思うんですよね。あ、本当ですか。俺はもう昨日の焼肉で当分肉はちょっといいかなって思いながら今日焼き鳥屋行ったんですけど。どういうことだし。鳥と牛は違うみたいな理論。なんかね、なんかステーキは減ってない。なんかね、僕ガストが行きつけなんですけど、ファミレスとか。うん、昔ステーキあったはずになくなったなみたいな。ああ、そう。あ、ほんまやね。ハンバーグだけだったんだよね。最近なんか定食を、日替わり定食とか食いましたけど。はいはい、なんか確かにパラパラめくってて、ハンバーグはあるけどステーキねえ、ステーキねえんだよね、うん、まあジョナサンにはあるんだよね、うん、だつい最近ジョナサン行って食ったんですけど、超高くて単品1300円からみたいな、どんだけうまい肉なんだよって感じですまあはっきり言って値段よりは低いよね、ジョージちょっとしょんぼりしてるんですけどね。ただまあそうは言ってもなんかもはやステーキを食うという高級感も含めてみたいな感じだよね、うん、それちょっと社畜っていうか養分的な発想ですけどだからもうガストでね、ステーキ食えなくなって、ステーキ多分食えなくなったって、この2ヶ月とかですよ、多分。なんでね、いや、早くイタリアフェアとか終わってほしいなって感じですね。美味しいですよ、カボナータハンバーグ。美味しい、とても美味しい、あのスパゲッティとかも、ね。とてもいいんですけど、ステーキも食いたいんですよね。専門家じゃないですか。なんかね、ガストに限って言えば、ステーキガストっていう店があるみたいなんだよね、調べてみて。あ、専門、ステーキ専門の。そうそうそう、そこですげえうまそうだったよ。へぇ。その代わりね、さすがにステーキガストとか言うだけあって、レアのファミレスじゃないですか。うん、全然なかったね、東京都内にも。ああ、マジか。僕のところから一番近いのは池袋でしたね。ああ、池袋行くべきですね。ね、まあ、微妙に、まあ、今度。まあ、でも、ステーキガストのために行くっていうのもな、あったら行くけどって感じだな、近くに。
いやいやいや、ステーキガストでググったらさ、井戸実社長がさ、うん、いやステーキ券はなんかサービス悪いっすねとかってツイートに反応して、うん、うるせえガスト行けよとかって返してるのがツイッターのまとめだってでそれとかを真に受けたエンドリーとかが、うん、いや井戸実社長の教えに従ってステーキガスト行ったらマジでうまかったです、さすが社長、なるほどここで最高級のサービスと何かということを教えてくださったです、ありがとうとかっていう超皮肉なエンドリー書いててもう何が何やるって感じでしたね、まあ、とにかく僕はそれでステーキガストを知りましたが、ステーキガスト行くのはめんどくさいんでフランスで行くと思います、うん、なるほど、じゃあ次行きますか、はい最後です、はい、若白賀さんからいただきました、はい、レビンさん村上さんこんばんは、毎週楽しく拝聴しております、ありがとうございます。さて今回の話題は新聞についてです。ほう、私は先日産経新聞アプリをダウンロードし、うん、iPod Touch で購読を始めました。うん、一応ダウンロードするとオフラインでも閲覧できるので大変便利です。へー、しかしここで一つ疑問が浮かびました。アプリはデジタル化した紙面を指でタップしたりピンチアウトすることで読めるわけですが、この仕組みなんだかまどろっこしくないですか。ほう、日記サイトのように記事名を一覧にしてそこから個々の記事に飛べるようにすればいいと思うんですが、お二人はどう思いますか。またこの話題は新聞というメディアが今後どういった発展を遂げればいいかという話にもなると思います。ぜひお二人で未来の新聞の姿について議論してみてください。長文失礼いたしました。なるほどなるほど、いや面白いけどね、もうなんか今日1時間で辞める覚悟とかしてきたのにここから長い議論かーと思ってでも面白い話ですよ。うん、ああ確かに、まあ俺イーボ、まあ、スマホ使ってますけど、yes. あれをなんかこう指でタップあなえパンチアウトじゃないかね、ピンチアウト、ピンチアウト、あの指でこうグッグッと拡大するやつですね、開いて、例えば人差し指と親指をくっつけた状態でタッチしてキュッてこう広げるってことですよね、それを、yes, yes. すると拡大されるっていう、はい、確かにやりたくない、なるべくあれは、なんかだからなんでブラウザがダメで専門のアプリとかがいいのかっつったら、まあ、結構これが効いてる気がしますね。あ、ブラウザとかでさ、うん、ブログとか見てると、はい、まさにピンチアウトしなくちゃいけなくて、そうですね、でもだからまあ入足まとめとかの、いや専門のアプリとかで見たらもう普通にね、まあ、電子書籍だよね、まさに最適化されてる状態でサイズで見れるから、うん、まどろっこしい、うん、その通りだ、新聞そんなことになってるんですね、産経新聞アプリ。でもそうなんだね、なんか間違ってるよね、要は新聞の紙面をそのままなんていうか、まあかなり解像度は高いにせよそのまんま上げてて、読むときにはそれをこうも拡大したり縮小したりして移動したりして、Google マップみたいなもんですね。そうですね、これはなんか新聞ってもともとそういう発想で作ってるんだよね。あの新聞ってさ、図書館とかに入ってるじゃん、うん、で図書館とかで見るときに、うん、新聞って大きいじゃん、一枚一枚がさ。そうですね、あれってまあだから折りたたまれて入ってくるわけだけど、普段の持ち運びには適してないから、うん、なんかね、図書館とかでもらう場合はあれをなんか縮小コピーしてもらえるんだよね、うんうんうん、っていう発想がもう何十年と続いてて、うん、結構その発想で作られてるのがこのアプリって感じしますね。あ、でもまあちょっとまあ間違ってますよね、その縮小コピーでもらったやつって読みづらくないですか。読みづらいんだけど、文字ちっちゃくて、文字ちっちゃい、しかも当時の新聞ってさ、うん、G が小さかったんだよね、うん、なんか多分これ93年とかで大きくなって96年とかで大きくなってまた2000年で大きくなってとかって結構大きく、なんかフォントサイズが上がってくる歴史があるんですけど、へそうなんです、昔もっと小さかったんだよ、うん、まあでもまあある程度多分 A5 くらいだと、あ A4 くらいまで小さくなるんだと思うんだけど、うん、ごめん A4 ノートの見開きくらい、そういう世界だと思うんですけど、俺もちょっと関係ないけどさ、大江健三郎の小説で、はい、飼育っていうありますね、一番最初ですね、やつを大学の頃に買って文庫を、はい、で読んでたらもうなんか文字めっちゃ読みづらかったんですよねあの頃のやつはまあ文字小さいよね、うん、なんかで中上賢治とかもさ、はい、の何やっけ、岬が入ってる短編集も、はいはい、まあ当点が多すぎて読みづらいっていうのもまあそれは彼の作家性の問題なんですけど、ですね、まあ、問題と俺が感じてるだけなんかもしれないですけど、まあでもそれもフォントとかなんかね、文字の大きさとかの原因もあって読みづらかったんですよね。そうだと思いますよ。だから結構、ね、うん、それは割と最近の文庫とかは割と読みやすいじゃないですか、前に比べれば。でもね、僕結構これ、ま、ず読みやすさはユニバーサルなもんだからそうだと思うんだけど、うん、でも趣味も関与してくるじゃん、こういうのって。何
趣味。趣味、はいはい。僕結構古い新潮文庫とか好きだったりするんですよね。例えばこれって本当いろんなの違ってて、うん、僕驚くべきこと言いますよ。はい、まず一人者文庫は組版クズだと思うんですよね。ちょっと陽気な村上くんが出てきてますね、今。うん、で、最高なのは電撃文庫だと思います、僕は。ほう。で、まあこれいろんな理由があって、いや、本当にね、なんでそんなこと言うかって直してほしいからなんですけど、例えば逆にクズとは言い難いけど、講談社文庫なんか結構特徴的な組版になってますよね。なんか字が丸っこくてさ、マージンが小さいとかさ。あ、そうですか。そうです、そうです、そうです。だから、あと、特に新しい講談社文庫なんかかなり如実に文字とかでかかったりして、うわって感じがします。まあ、うわっていうのは良くも悪くもですね。で、それに対して、まあ、新潮文庫なんかは割と普通だったりして、とか、文春はどうだったかな、文春はなんかニュートラルかな。うん、僕は電撃がすごくね、フォントが、何かな、筑紫民調じゃないな、なんか、手長の民調ですけど、うん。何やったかな、あの、毎城大太郎のね、何かがすげえ読みづらかったよね。あの、斜めになってて文字がなんか。なんで、なな、うん、それ知らない俺、もう悲しいな、何だろう、それ。山の中のしみともなるやったかな。だからね、なんか文字がね、どことなく斜めなんですよね、全部。そういうフォントだと思うんですけど。なるほどね。あれも読みづらかった。ああ、あります、あります、そういうのって。うん、あの、講談社文系文庫とかも結構読みにくいかな、うん。あ、読みにくいかなっていうかさ、その、ものによその演出によってさ、変わった人は多分斜めにしたりとかさ、車体にしたりね。そうなんでしょうね。その、元々のやつは普通でいいのに、うん、引用のやつとかが悪いってあるよね。ああ、なるほど、なるほど。うん、俺それなんかフォークナーのアブサロムアブサロム読んでた時に、うん、なんか引用がすげえ読みにくいなとかって思って文句をつけたことは、なるほど、文句つけたことはないけど文句を覚えたことがあって、うん、僕がいいと思うのは電撃文庫とあと筑摩新書のやつがいいなと思いますね、うん、まあこれも半径によるところもあってなかなか難しいんですけど、うん、あのさ、はい、あの、ま、すげえ内輪の話になるけど、はい、この村上くんが毎回作ってるさ、お化けゴーストのレジュメの、はい、このフォントって、はい、平の角語プロ N です。で、それ Mac で見るとすげえ見やすいのよ。Mac で見るとすごい見やすいね。で、Windows で見るとなんかしょぼいよね。まあ、Windows がクソだっていうことかなって感じですけど。これ、やっぱ Windows の、その、いや、なんかこれフォント名見ると、平角プロ N。W3 って書いてるから、はい、その Mac のその村上くんが書いたであろうフォントと同じやつが、この RTF ファイルに含まれているのか、フォント含んでないよな、でも。フォント含んでないと思うよ。だから Windows のそれで見てるんだと思うんやけど、Windows。あ、そうそう、平木の入ってないよ、Windows には。デフォルトでは。でも書いてあるんよね、このフォント名として選ばれてるということは、この Windows のワードにおいて。今見てみようかな。でもまあ僕 MacBook Air 買って本当に良かったなと思うのは、うん、まあデフォで平木のが入ってることですよね。うん。本当美しいと思ったね。これはね、なんか、うん、美しくなく見えてね。ちょっと見ようかな、俺も90ワードで。うん、いや、美しくないね。うん。これはひどい。だからやっぱフォント大事よね。フォントが本当に大事。うん、そうだと思います。いやでも本当そうだよ。なんか全然嬉しくないですよ、これ本当に。本当に。本当本当。本当に本当に。本当、本当大事。いやー、目の前にいたら縛いてますね。初代前たたられてしまう、これ。タイトルにしてください。平手打ちが飛びますよ。怖い。です。でもまあ、この、産経新聞アプリ、フォント気になるね。新聞のフォントってもう、もはや思い出せない領域に入ってんねんけど、俺とか。まあ、新聞のフォントは新聞のフォントってありますか？いやでも記憶にないんですよ。あ、本当？最後に読んだのがもうあまりにも前で。あ、でも僕もどんなんやったかなみたいな。僕最後にやったやつは読売が飛ばしてやった iPS 細胞を心筋に注射成功とかやつですよね。最後に読んだ新聞。ああ。ちょっと前ですね。ちょっと前ですね。懐かしいね、本当にね。うん、いやーでもまあ、まあもうこの辺でやめたいと思うんですけど、うん、最近さ、新聞社ってさ、うん、ウェブでニュース配信してるけど、うんうん、全部有料になってんじゃん。1ページ目だけは無料で見れる。はい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 。あれうぜえなと思う他方で、うん、ああいう仕組みなんだからさ、うん、あれをアプリに最適化したらいいのにと思いますけどね。うん。
そしたら別にね、まあ、産経新聞はあれやってないのかもしれないですけど、まあ、朝日とか毎日とかやってますよね。うん、で、うん、ウェブで管理、電子書籍っぽくウェブで管理すればいいのになと思うけどね。うまいね。この、うん、この若白田さんが言ってる仕組みはもう、なんかすげえ、フィットしてないというか、旧世代の考え方をそのまま持ってきたみたいな感じがしますね。いやー、なんかあんまりビジネスアイデアとかもはや、このラジオで言いたくないところもあるんですけど、うん、でもまあちょっと入足まとめアプリみたいな感じでやった方がいいと思いますよ、新聞社も、うん、普通に、うん、ミキサイト記事名一覧にしてここからここの記事飛べるようにするっていうのも、うん、まあこれなんかさ、もはやさ、なんか新聞社はスマートフォン対応のブログで記事を配信せよ、うん、具体的にはワードプレスみたいな話で、ぶっちゃけ。いや、紙面そのままってのはナンセンスが過ぎますよね。だってレイアウトとかメディアによってか、普通置き換える必要があるだろう。ああ、なんかもう VB で新規プロジェクトを今から始めるみたいな。大変なことですよ、これは。まあ、しかしほら、なんか新聞そのものを楽しみたいっていう人がいるだろうとかっていう、こう、前のめりのターゲッティングがあるじゃないですか。その世代が、ねえ、スマホ持ってんのかっていう。おじいちゃん iPod Touch 誕生日プレゼントよ。なんでプレゼントする方がその口調やん。おばあちゃんがすごい多分ね、デジタルデバイドじゃない世代なんですよ。おばあちゃんすごすぎるやろ、それ。私は新しく Kindle Paper White を買ったからね、みたいな感じ。すごいな、おばあちゃん。目が悪いからね。そろそろ平手打ちが飛びますよ。そろそろお開きにしましょうか。はい、じゃあそんな感じですかね、我々の初見は。はい、はい、じゃあ、普通のお便りのコーナーでしたということで、今回はこのままエンディングです。おお、ぬるっと入ったね。うん、エンディングじゃないんだね。エンディング、おい。今よかったね、なんかね、円環の断りを。いやいや、孝太郎魔界通りの柔道編の27巻のような考えがあったよ。何やそれ、全然わからん。せめて俺にはわかることを言え。いや、今ね、呼吸が見えなかったよ。入ってきたね。あ、なるほど、そういうことか。わかるかんな、もう。無拍子だったよ、無拍子。無拍子ね。無拍子ってかっこいいよな。無拍子、拍がないぞ、みたいな。あ、皆さん、あの漫画とても面白いのでね、漫画喫茶とかであったら読んでみてもいいんじゃないですか。はい。100巻くらいあります。冒頭で言ってたコーナーなんですけど。あった、それ。うん。あった。話したね。うん。これね、ちょっと俺本位というか、俺得、レビ得なんですけど。得企画です。なんかね、俺、最近、なんか書いたろうかな、とか思ってたんですよ、お話を。はい。はい。しかしね、思いつかない。なんかうまくまとまらない。うん。ああ、なんで、なんかプロットを募集したい。プロット募集きたー。なんかこうね、まあ、ノリとしては文学賞的な感じにしたいんですけど、文学賞のライトバージョン、超ライトバージョンで、あらすじだけなんかみんなに考えてもらって、でこれ面白いなみたいなのを発表して、でそれを俺が書くみたいな。なんかまあ確かにレビトクではあるが、レビトク、まあ送ってくれた人はエビン君に取り上げられて作品化するっていうことですね。そうですね。だからそれを許せる人っていうのが前提、まず。まあそうなりますね、うん。なんか原作とかって名前をつけてもいいの？原作嫌やな。これはそうだそうですよ。原案ね。いやね、もこれね、もうまだなんか川残業ですけど、タヌキのなんか賞とかに送りたいんですよ、俺最近。だからなんかその時にややこしくないですか？いや、ややこしいに決まってるじゃないですか。当然ややこしいっすよ。うん。でも、俺もね、でも、なんでこれを言い出したかというと、なんかね、俺今までの話の書き方とかって割と既存の何かをこう、いじくるというか、おちょくるというか、はい、いうのが書きやすかったんですよ。SS みたいな感じの、サイドストーリーというか、あれ正式な何の略かわからないらしいんですけど。まあ、いっぱいありますね。セカンドストーリーとかショートストーリーとかサイドストーリーとかありますもん。でもまあ要は二次創作ですよ。はい。なんかカノンの二次創作とかすっげえ書きやすかったんですよね。いや、懐かしいね、本当に。うん。で、あれも大体なんか、割とカノンというこう、ちゃん、まあ地に足ついてんのかどうか、まあその議論は置いといて、あの話自体が。
まあなんかああいうこう立派に、このように、生を受けた物語をこうおおすげえって言いながらこういろいろいじくるというかおちょくるというか感じで書くのが好きだったんで、なんかそういう感じでやりたいと思って、はい、皆さんが送ってくれたあらすじを俺がなんか肝骨だったいしっていうあの起爆剤として使わせてほしいって感じ。まあいいんじゃないですか、うん、まあ逆にそのあれだよね、うん、俺ぶっちゃけ複数の作品からいいとこ取りとかしてものになる可能性が高いと思うんだよね。なるほど。それを考えればまあまあ C っていうのはパワードバイお化けゴーストみたいな感じでしょ。うん、でもまあそうじゃなかったとしても、うん、まあ逆にそれなんか単発でなんかすげえものを送ってきたら、うん、まあそれは多分レビン君的にもリスペクト感とかあって、うん、後書きとかにこのインスパイアは彼からだとか書くんじゃないですか。なんかもうすげえ俺が作家になる未来でね、すごそういうことをするんやな。まあ C、いや別にやってもいいと思うんだよね。やってみた方が気分いいと思うんだよね。まあ、だからまあなんとでもなるでしょ、その辺は。うん、要は面白いものができて、レヴィン君を生まれさせてからが勝負みたいな感じです。うん、とにかくね、うん。うん。まあ、この業界も厳しいですからね。うん、書いても書いてもものにならないですからね。ああ。まあ、今のは割とそのコーナーをやりたい背景というか、その先の話なんですけど、はい、まあ、コーナー自体としては、まあ、割と超不定期に、まあ、たまにやるっていうぐらいなんですけど、超不定期、うん、でそろそろやるかみたいなことを思った時に、まあ、そのこのコーナー名前まだちょっと考えてないんですけど、確かに、コーナーのに集まったお便りというか作品を、我々二人が吟味し、でなんかこれをこう芥川賞とかの選考会みたいな感じで、これは丸、これは三角、これは×みたいな感じでつけて、で村上くんと話し合い、お化けゴースト大賞を決めるみたいな。お化けゴースト大賞決まったやんか。え、ゴースト大賞、はい。うん、なんですか、お大賞が決まったってどういうことですか。いや、お化けゴースト大賞がもはやどう考えてもコーナー名みたいな。あ、なるほど。じゃあお化けゴースト大賞、文学賞、文学賞。お化けゴースト、うん、まあ、お化けゴースト大賞だとなんかこうメイン感ありすぎるから、本編送ってこいみたいな感じしてくるから、お化けゴーストプロット大賞とか。プロット大賞。じゃないですか。プロット、まあ、あらすじ大賞にしましょうか、じゃあ。お化けゴー、あらすじゴースト大賞か。あらすじゴースト大賞。あ、もう決まりましたね、コーナー名が。あ、実際ゴーストライティングみたいな感じ、なんでもいいです。ほんまやな。ちょっとそういう意味もこもってるね。あらすじゴーストですね。あらすじゴースト大賞。うん、僕なんか本業でそういう仕事やってるような気もするんですけど、まあなんか楽しくやれたらいいなと思うんで、ぜひ、送ってきてくれたら僕も嬉しいです。うん、レヴィン君に面白いネタを。ください。ください。お願いします。で、そうですね。長さとしては、よく文学賞とか新人賞とかで、大体公開書かされると思うんですけど、へい。あんぐらいがいいですね。あれってどれぐらい、原稿用紙2枚ぐらい ?800 字くらいだよ。800字ぐらい。長いと1200かな。あと800字っつっても、うん、原稿紙のまさに2枚ですよ。うん。2枚で800字っていう場合もあるので、うん。まあ、それは実際650字くらいだよね。うんうんうん。まあ、だからまあ600から1200じゃない。なるほど。そんぐらいしょうがないと思うし。うん、いやでもね、これまあ僕がすっごいやっぱり小説の新人賞の選考とかやってる中で思う所感なんですけど、はいはいはい、あらすじをうまく書ける人って皆無に等しいね。あ、本当ですか。はい、あらすじだからうまく書けてる、まあ例えばうまく書けてるってどういうことなのかって問題もあるんですけど、うん、まあ、まず2種類のうまさがあって、まあファーストステージのうまさ、セカンドステージのうまさがあって、うん、まずファーストステージっていうのは、ちゃんと何が起きて、どういうことが起きて、どう収まるのかみたいなことを、事物の動きというか、物語の流れをきちんとこう記述できているみたいな。うん、はいはいはい。この水準に行くまでに7割落ちるよね。で、残り3割がそこで書くんだけど、問題はさ、そうすると、これは内容の話なんですけど、うん、要約すると大体のものって面白さが抜け落ちるんだよね。うん、それしょうがないじゃんということは可能なんだが、うん、実際なんかようやくパッとしねえなとか思って、ようやくっていうかあらすじパッとしねえなと思っても内容面白いものもいっぱいあるんですけど、はいはい、まああらすじ面白いものは本も面白いよね。うーん、大体、まあこれも例外はあるんですけど、うん、大体そんな感じなんで、うん、やっぱあらすじを鍛えるっていうのにはすごい修行的には意味があるなって思いますね、僕個人的には。とか言ってこのコーナーに積極的な意義とかを付与してみる。なるほど。
なるほどね。まあ、なので、なんか作家志望の皆さん、あるいは、ちょっと俺の腕の力とか見せてやるぜみたいな人にもおすすめです。なるほど。すごい。ちょっと昨日からプレゼンター仕事とかしてたんで、なんか酔っ払った勢いでそんな仕事もしちゃった、みたいな。あ、じゃあなんか俺も送ってみようかな。なんか匿名というか変な名前で。僕は送りませんよ。いや俺が送ってみて村上くんの反応を見るみたいな。あ、それは面白いね。うん、僕なんかそういうコンベンションのなんか仕組みとかあったね昔ね。で俺が自分で丸をつけて選考会に挑むみたいな。いやそれはね、まあそれはそれじゃないの。自分の小説のどこがいいかを自分で説明できることってのは結構大事だから、ね。おお、ガチで言われてしまった。いや有意義ですよ、有意義。ああなるほど。なかなかね難しいですよ。なんかね、自分の小説を客観、今日客観という言葉が出ましたけど、うん、客観視するっていうことができたらもう、あのプロだよみたいな話はね、うん、あの編集者時代から批評がなってまでずっとあらゆる偉い人が言ってきたことで僕も言われてきたことだなと思いますね。うん、なんか今日俺内容あること言ってない。商品価値のあること言ってる感じですか。おお、陽気な村上くんが。わかんないですけど、気分ジョイジョイな、まあ、村上君。気分ジョイジョイですよ。いや、よかったよ。はい、よかったよ、すみさん。気分ジョイジョイでした。そういうコーナーをね、ちょっと、あらすじゴースト大賞。あらすじゴースト大賞。ぜひよろしくお願いします。これは、結構、なんていうか、長いスパンで見るコーナーだと思うんで。まあ、来週取り上げるってことは多分ないと思うんですけど、まあ、今年中に2、3回できたらいいですかね。そんなぐらいですかね。うん。なんで、まあ、いいのがあったら緊急にやるみたいなこともあるかもしれない。そうですよね。だって、それだけの特集だったら、それ2時間スペシャルやるしかないでしょ。結構溜まってるだろうし。うん。なんで、皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これも、じゃあ、ちょっと、コーナーに追加で、お願いいたします。そう。はい。そんなところでしょうか。はい。今日はね、まあ、楽しく、コーナーも作って、はい、まあお便りだけでしたが、はい、今週はこの辺でお開きということで、はい、第92回オフィゴーストレミンでした。村上雄一でした。また来週。